절대로잊지않을게。起き濃く할게。<music> 放送局第24回目の放送を始めたいと思います。えー トータルで158回目となります。日本のメディアが伝えない韓国ニュース。えー、本日は、えー、3人ではい、はい、西田さん。はい、よろしくお願いします。パクヘテさん。おやすみか。はい、おやすみか。3人で進行となります。はい,よい、よろしくお願いします。はい、チャイプタッカメダ、よろしくお願いします。今日は新しい取り組みでね。 ちょっと前半後半に分けるということで頑張りますはい、はい、で、へてくん告知がありますね。<あ>はい、はい、あります。とうとうということなんですけれども、まあ、この間、ずっとその西田さんたちが東京であのユン政権の弾劾集会っていうのを企画してくださってて、まあ、どうにかしてやっぱり関西でもちょっと僕たちをやらなきゃいけないなって考えてて、いろんな仲間の人たちともちょっと話し合って、やっとできることになりました。 えー、徴陽工政府解決案に反対する集会を行います。えー、4月30日、これ日曜日ですね、えー、お昼の15時から行います、えー、神戸の三宮にある、えー、JR の駅ですね、うん、ここでありますので、ぜひあの関西にお住まいの方は、えー、見に、えー、来るだけでも結構ですので、来ていただいて、えー、こんだけの多くの人たちが反対してるんだっていうのを、えー、見せていただければなと思います。 番組の駅の改札口って、はい、すぐ分かるんですか、集まってるのは。はい、ええー、多分わ分かると思います。うんうん、分かると思います。はい。はい、じゃあ、頑張ってください,、はい。頑張ってください。まあ、はいまあ、やっぱりこうやってやりたいなと思ったのが、まあ、その韓国に意思を伝えるっていうのはも,もちろんあるはあるんですけど、うんはい、僕としてはちゃんと日本の人たちに、<う>この政府解決案っていうのが、韓国の中で全くもってその許容されてない。 もちろん支持されてない、うん、そこをしっかり伝えたいなって思ってまして、うん、やっぱりそうやって市民運動の中、あの、えー、普通に韓国日本の人々の中でも、うん、やっぱりこんなんやっても結局、同じことずっと続けるだけやねんから、そのやめといた方がええわみたいなふうに、ちょっとなんていうんだろうな、やっぱ政府の動きに対して、ちょっとなんていうんだろう、けん制するような空気感になればいいなと思って、はい、はい、頑張ってやっていきたいと思います。はい頑張っ、うん よろしくまああの新宿で僕たちやってるけども反応ね悪くないんですよね。うんっていうかねだからまずやっぱ街頭宣伝ってやっぱ日本ってあのデモの文化がないからやってる側がやっぱ暗くなっちゃうじゃないですかはい反応が冷たくて <laughs> それが一番良くないと思うんですよね。そうでねでとりあえずね新宿でうちらやってるけどもまあ 楽しいからやっぱり音楽とかもあってで、はい、毎回やっぱその韓国の参加者ってやっぱねうん日本の参加者とやっぱ層が違うんですね韓国人の参加者ってねうんっ民主党の支持層と同じで、はい、まあ50代60代も40代も多いけども20代30代の女性もやっぱ多いんですよ <laughs> やっぱほんと民主党のあの支持層の <laughs> と大体同じ人たちがやっぱり来るんですけども <laughs> だからね、はいえー、音楽もあるし楽しいんですよ <laughs> ね、自分たちがが楽しいことが一番大事だねなんかこういわゆるねその朝鮮学校の問題とか反、はいまあ、ヘイトだったりとかそういう集会っていうのはやっぱりあると思うんですけど実際にその韓国本国と連携する動きっていう集会はなかなか行われてこなかった印象があるんでやっぱそういう意味でもなんか「お」っていうか人々の中であるんじゃないかなって思いますしやっぱねよく丸くも韓国っていうとみんなピッピクってなると思うんでそこを使って。 ちょっとでも人々の認識を変えれたらなって思ってやると思います。うん、はい、しっかりライブ見させていただきます。頑張ってください。はい。はい、はい、じゃあ次はニザスさんは、えこれは最初からも映像いきます？うまずコンテンツ紹介しながらね、はい。了解でじゃあいきますね。はい。あ、はい、コンテンツを紹介します。どうぞ韓国文化紹介、韓国ドラマストーブリーグ野球ですね。 はい、野球チームの人間関係や組織のあり方を詳細に描くドラマ、はいえー、ですね、これはあのパク・ヘッジさんからえ紹介していただきますいわゆるスポーツドラマのような感じなんですけど、ちょっとビジネスドラマ要素もあって、非常にあの興味深いなようになってますパ・グンビンさんが出るんですよね、ウ・ヨンのね。はいはい え特集これはね、この特集は非常に大きい意味を持つと思います。韓国のカルト宗教問題、すべては神のために、これ、あの見応えある、えー、と思います、今日ははい。はい今日のこの特集は非常に大きいと思います。はい、それで、これがユン政権の対日外交の背後に統一教会があって、これは刺激的なタイトルですね。はい、そしてその統一教会が、新展示教会、それから JMS、今、ネットフリックスで話題ですね。 など問題協会のルーツにあるのは統一協会じゃないかという特集です、はい、見応えあると思います。はい。はいえー、はい。経済トピックもう韓国経済ボロボロです。はい、サムスンが前年比95%減となっちゃいました。えー、もう本当にボロボロです。はい。 次は <laughs> アメリカが大統領府を登庁、終われる韓米ではこれ <laughs> 文句を言えませんからね、本当, <laughs> 本当にえ。だけどね、これ私ねあの、この韓米外交の中で、やっぱりノーヒョンの、ねはい、外交っていうのを一回、もう一回振り返ってみていただきたいと思います。はいはい、はい。相次ぐ山火事、関門道知事はゴルフに興じる。はい、<laughs> これ あの火事が一番あったのはカウ度ンドとキョンサン・ブットですけどキョンサン・ブットの,、はい、の,あの知事は酒飲み歩いてましたからね、はい、<laughs> どうしようもないですよ、はいはい、それで4月3日にあったチェジュ・ヨンサン緊張に包まれた75周年追悼式極右と宗教これあのー、ね75年やっとこうやってその743が脚光を浴びて 国家の行事として認められつつあるときに、のその反対派が登場した、うん、ということですね。あと1個大事なの忘れてますね、自分たちがやった。民主党の議員団が福島訪問。入れてないですかすみませんね。はい、入れてませんでした。すみませんでした、はい。民主党の議員団が福島訪問。で、これには僕も三本さんもお疲れ様でした。<laughs> いっぱい頑張りました、はい。はい、ご苦労様でした。はい。はい はい、これね。そのそれ非常に大きいあれですよね。あの成果がありましたね。はい、あの、はい、まずその放射能問題、はい、えー、その放流ですよね。はい、あの汚染水、その問題をね。これ入れるのを忘れてしまいました。すいませんでした。また後で入れております。はい、すごいす、ね。はい。じゃあ、西田さんはいえー、ですね。僕は3つの動画を紹介したいんですけど、画面共有させてください。えっ、ー、とですね。あの紹介したいのはですね。 うんまあ、ユン・ソギョル政権、いよいよそのやばいなということで、うんあの、教会とか大学とかでどんどんユン政権退陣ていう自極宣言が出てるんですよね、でまずはこれ、先週月曜日に行われた、えー、カトリック、えー、先週ありまして、ね、前回のカトリック正義具現教団のソウルのミサですね、を見ていただきたいですね。音 っっってますねちちょっとにっちゃい、うん、これね、ソウル市庁舎前でのミサなんですけども、はい、歌はこれ、朝露歌ってますね。<laughs> はいで、毎週月曜日、全国回ってやってるんですよ。<laughs> へー全国でこのミサでやって、月曜日にユン・ソンによる退陣を求めてるんですね。なるほど。 まあ、そういった形で、まず、この、えー、キリスト教ではカトリックが始めて、正義、具縁教会が始めて、次に、仏教で、仏教でも結構大きい団体が、ユン・ソンニョル退陣の自極宣言出して、なんて言うんですか、その、<laughs> えー、仏教のこういうミサって。え法へ<営> <laughs> やってるんですよね。仏教のやってるんですよね。 はいはい、それから、えー、各大学でいろんなところ、プサン大学とか、キョンボク大学とか、ソウル大学とか、はい、高ウ大学とか、いろんなところで、あの、教授が大体300人とか、90人とか、えー、名前を連ねて、ユン・ソン・による政権退陣の自局宣言を出し始めてる。という状況に変わってますね、はいえー。次にやりたい映像がですね。 えー、一応これミンドゥレっていうところをまとめた今このぐらいでこの後にももうずっと続いても出てきてますのでこれもどっと増えてきてる。プサン大の後にこれプサン大ですけど280人ですけど。数が真ん中りに書いてますね。340人とかね。それでこの後にあの保守の TK、保守の画像と言われてるまああのって言われてるあの TK の京北大学、京北大学でもこの 急団宣言ですかね、自決宣言っていうのは行われてますね。はい。はい。だから僕はね、やっぱその革命が起きる条件っていうのは、やっぱ特権を持ってる階級の中から、うん、<laughs> あのやっぱこの権力は間違ってるっていうので、うんあの今の社会でも。 楽に暮らしていける特権を持っている人の中からでも社会,も社会を変えようって人が出てくるときってやっぱ革命が起きる状況だと思うんですけども、うん、だんだんそうなりつつあるんじゃないかなと。で、これ、日の、えー、昨日のキャンドルデモですね、次にお伝えするのは。でね、結構ね、市民がね、の反応がすごいんですよ。うん、あのデモに参加してない。それを見ていただきたいんですけど、 昨日のデモは、あのうん、昨日のデモはね、えー、その、批判炉、大学路が若,若い人が多い批判炉をスタートにして、まあ、いつものソウル市長者前に集まったんですけども、その全然若い人いないじゃないですか。<laughs> んあでもあの、それでも、映してる場所によると思いますよ。はい あ若い子はやっぱ若い子で固まってるからそうですねだから今、うん、ほら韓国の中でね若い女の子たちはたたく、うん、あのわ若い子たちだけがなんか声を上げてるみたいなことを言って叩いてるじゃないですかだけど、うん、年寄りもいっぱいいるっていうことですよね、うん、ほぼねどの世代も均等に集まってると思いますね一番いいですね,ねうん まあえーえー、勝つとしてはうん、去年の11月、12月の方がまだ多いと思うんですけども、うん、まあでもやっぱこのね、ま、街頭の雰囲気とか全然すごい、まあユン・ソンニョル大臣、当たり前だっていうのが市民の空気になってる感じはすごい見ながらしたんですね、昨日であともう一個出したいのは、今日がセオル号9周年なんですね、4月の16日。はいはいで でまあ、これはセオル号の式典、えー、与党、野党両方の代表も来てるんですけどもちょっと特徴的なのは僕、見てて思ったのは、えー、セオル号が9年前にあったでもうやっぱ国民の安全が守られない国で去年の秋にまたイテオンチャムサがあったというのでか、ね、連携してやっぱみんな当たり前のようにやっぱり話してる。 うんうん、ここに招かれた国力党のキム・ギホン代表は、たぶん居心地が悪いだろうなと思ったんですけれども、うねうん、まあでもそういう状況ですね、はい。だからこれ、今の人、これ、テグですね、テグ選手ですね、はいうん。いよいよ、まあ、だから本当、そういったユン・ソンニョル退陣、かなり現実的なんじゃないかなっていう感じはちょっとしました、はい。いよいよって感じですか。はいは 了解ですはい。えー、と、では、あ、いらっしゃいました。えっ、ー、と、はい。一応、じゃあ、もうこれから一部と二部で,で、ね、はい。はい、一部の本題に入っていきたいと思います。はい。<noise> じゃあ、チャレンジエーブーブロムユダンを言ないと、ごめんなさい。すいません。 えー、じゃあまず説明いたしますね。えー、まず、うんえー、民主党が、トブロ民主党が4人の議員が、えー、福島原発の放射能汚染水問題の視察のために、えー、東京、福島を先、えー、4月の6日、7日訪れたんですよね。はい、で、まあ、それをコーディネーターしたのがサンホンさんもお疲れ様でした。はい、僕もとサンホンさんなんですけども。はい、で、えー、帰国して最初の月曜日に、 MBC의 라디오 인터뷰를 들어보시죠. 지난주에 더불어민주당 의원들이 음, 현장을 직접 보고 우려를 전달하겠다면서 일본 후쿠시마를 다녀왔습니다. 하지만 여권에서는 빈손 귀국, 괴담 유포 등 날선 비판을 제기하고 있는데요. 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 대책 단 일원이었던 양이원영 의원을 스튜디오로 모셨습니다. 관련 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 여권에서는 <laughs> 빈손 방일쇼로 국경만 낮췄다 이렇게 비판하던데 어떤 말씀 주시겠습니까? 일본에 대해서 제대로 얘기나 하면서 그런 말씀 하시면 좋겠습니다. 음. 사실 일본에 갔더니 아, 한국 정부가 일본 정부에 동조하고 있다. 음. 그러니까 동경 전력과 비슷한 얘기를 어, 국민의힘 의원들이 하고 있다는 게 이미 다 소개가 되고 있어요. 음. 그런 상황에서 아, 일본 안에서 그렇죠. 음. 그런 상황 내에서 방류에 대해서 우려하고 반대하는 입장이 5 0가 넘었다는 얘기가 나오지 않습니까? 음. 음. 그런 상황에서 야당 저희 대한민국의 국회의원들이 가서 그런 우려를 전달을 하는데 이게 항일 반일 이런 감정이 아니라 한국과 일본 양국의 국민의 안전과 우리 공유하는 바다. 우리 모두의 수산업을 위해서는, 그걸 보호하기 위해서는, 이렇게 저희가 멘트를 했거든요. 네. 뭐 그, 민주당 의원들이 일본으로 떠나는 바로 그날 국제원자력기구에서, 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 감시 체계는 신뢰할 만하다. 이렇게 그 평가 중간 보고서를 발표했는데, 이건 어떻게 받아들이십니까? 저는 그걸 듣고 처음에는 IAEA가 그렇게 말했음에도 불구하고 투명성을 위해서 추가적인 설명과 뭐가 필요하다고 해서 뭔가 있나 보다 생각을 하고 있다가 네. 거기 비는 시간을 이용해서 제가 보고서를 봤어요. 네. 근데 보고서의 앞에 이제 핵심 서머리만 돼 있는 데가 있거든요. 음. 근데 거기에 신뢰라는 표현이 없어요. 아, 어, 그래요? 네, 없어요. 그럼 어떻게 그래서 거예요? 제가 언론사들한테 얘기를 했더니 다 뒤져 보시더니 신뢰한다는 게 노동자들 뭐 이렇게 관리 피폭 관리인가 이런 거에 대한 신뢰 표시, 릴라이어블 표시가 하나 있는 거고 노동자들에 대한 피폭 관리가 뭐 지금, 그런 어, 식의 내용이었던 것 같아요. 오염수가 아니다. 네네 그리고 음. 오염수도 그나마 어, 그런 설명이나 아니면 그 계획을 어, 받아들였다라고 얘기하는 내용은 뭐냐면 이 오염수가 나간 다음에. 바다의 방사선량을 모니터링하는 계획에 대해서 얘기한 거지 이 오염수 자체의 안전성에 대해서는 아직 결론을 내지지 않고 있다라고 얘기하고 있어요. 네, 나죠. 네, 일본でも結構報道されたんですけども、この民主党、トブロ民主党4人の議員の訪問は、この中心的にやっぱりその計画したのはこのヤンイオンヨン、ヤンイオンヨン議員なんですよね。 え 元々環境問題の専門家で、市民運動、グリーンピース、えー、緑の塔とかやりながら、科学者でもある。でも、あった、あった印象としても、やっぱこの人頭もいいし、まあ、えー、福島の住民の人とかに対するやっぱ共感力もすごい人だなと、まあ予想通りだったんですよね。僕も。期待、期待、期待した通りだったんですけども。で、今回の訪問について、反日のために来たんだと。 <laughs> いうのがむちゃくちゃ多かったわけですよ。で、あと韓国で多かったのは、えー、国費を使って日本に訪問したのに、東京電力にも門前払いされ、国会議員に会えなかった、手ぶらだみたいなことの、あのー、報道が本当に多かったんですけども、ただやっぱり、行ってまず、本当、福島の住民とか科学者と会って、で、あのその現場から学ぶっていうのはむちゃくちゃ大きかったんじゃないかなと思います。はい、それをあのやっっぱり意味があったという,ふうに 本人たちも言ってますね。で、あとね書き込みを僕これ見てたんですけども、この MBC の放送の与党はピンソンはピンソン手ぶら手ぶらって言ってるんだけども、お前ら与党が何もしないじゃないかと、うん、<laughs> まず野党が言ったのは当然ねいいことじゃないかっていう書き込みがやっぱり多かったですね。はい。まあそう確かにそのそういう意見が多いですね。はい。うん、うん。あのそれが結構支持率に影響したっていう風にで言ってましたね。 国民の党があ国、国民党か、あれ、国,国民党が何もしないから、国力党が何もしない,、はい、しないから、はいえっと、その代わりに野党が言ってくれてよくやったということで、えー、支持率が、国領党が下がって、うん、それが一つの要因になってるというふうにあの説明してましたね、うん、大きかったと思いますよ。うんうん 2>, で2回目の訪問もやっぱ僕たちがね、やっぱりそうまた準備したいと思うんですけども、なんとか今度はね、本当いろんな日本の野党のやっぱりいい議員と会ったりとか、もっといろんなやっぱりね、しみ運動と,とか、やっぱり漁民の方とか面会の機会を作ってやりたいですね。うん、今回やっぱ非常に成果が大きかったんですけども、やっぱり会った人がなかなかそんなに多くないから時間がなくて、うん、やっぱ会ってくれた住民の方に対して、 日本のメディアもちょっとバッシングしてる状況なんですよね。うん、だからやっぱりもっとたくさんの人と会えばそういうふうにならないからっていうふうにしたいなと思う。いや今回あの韓国側のマスクメディアがもうひどかったですよ。はい。もう書き手がそのだからピンソンできたんじゃないかとかあの全然準備ができてないだろうとかっていうもう東京電力の前での記者会議はすごかったですよ。すすはい。本当に。 それもあの間に合えばあの、間に合えばその字幕も用意したかったんですけど、それはできなくて、でもね、えー、東京電力の前に来てた朝鮮日報、えー、中央日報、東亜日報が、うん、産経と変わんないですね、本当に、言いうこと。すごい、もう、ね、本当、日本の側の立場に立って、民主党を批判している、うん、朝鮮、朝鮮イルボじゃなくて、朝鮮イルボン。名前を変えた方がいいんじゃないかっていう話も。 あるぐらい、はい、出たぐらいで。はい。じゃあ次もう一回、えーはい、なな次がね、このヤイオン議員がえ科学的なところを説明するんですよね。そのところもちょっとご覧いただきたいなと思って。はい。はい 오염수 자체 위험성에 대해서 한번 좀 질문을 드려볼게요. 네. 일각에서는, 이건 국내에서 이제 하는 주장인데, 네. 오염수에 포함된 삼중수소의 총량이 고작 3g밖에 안 된다. 네. 너무 그 위험성이 좀 과정됐다. 이런 취지의 주장도 나오던데, 어떤 말씀 드리겠어요? 저도, 저도 이 말씀하신 학교에서 화학을 부전공한 사람인데, 네. 아 교수님 이러시면 안 되죠, 정말. 왜요? <laughs> 그러면 그 3g만 잘 떠가지고 보관하면 되겠네요. <웃음> <웃음> 어? 네. 아니 그 (3그램만) 모을 수 있으면 얼마나 좋겠습니까 음... 네 근데 수소가 그 우주에서 원자로는 가장 작은 원소인 거잘 아실 텐데 네. 무게가 얼마나 되는지 아세요 얼마나 되는 수소 것. 하나가? 네. 1.67 곱하기 10에 마이너스 24승이에요. <laughs> 무슨 말씀인지 이해를 못하시겠죠? 수소를 1조개를 모아서 음. 1조개의 바구니를 1조개를 또 모으면 음. 그러면 1.67g이 돼요. 수확이 약해요. 자꾸 네. 그렇게 말씀하시 그러니까 어마어마한, 어마어마 그러니까 너무나 작은 양이기 때문에. 음. 근데 그게 다 그냥 환경에 이렇게 뿌려진다고 하는 거고. 음. 그리고 문제가 되는 게 IAEA에서도 얘기한 것처럼 음. 유기 수, 어, 결합성, 그 삼중수소가 문제가 된다, 이렇게 얘기하거든요. 음. 그 얘기는, 어, 혹시 유기물질이 뭐냐면, 우리 탄수화물, 제가 이제 생물학을 전공을 해서 좀더 설명을 해드리면, 탄수화물, 그 단백질 이런 걸 우리가 먹으면 우리 몸의 구성성분이 되잖아요. 그렇죠. 근데 탄수화물, 단백질, 이네가 기본이 탄소, C하고 수소, H하고 산소, O, CHO 결합으로 다 만들어져 있어요. 음. 근데 이 수소 대신에 삼중수소가 들어가는 거예요. 음. 네. 그렇게 해서 우리 몸에 들어오면은 우리가 그걸 먹으면 우리 몸의 일부분이 되는 거죠. 그럼 걔는 우리 몸의 살이 되는 거고 우리 몸 세포 안에 DNA가 되는 거예요. 빠져나가는 게 아니고. 그렇죠. 음. 그러면 그 DNA의 H 대신에 삼수소가 된 다음에 얘가 핵붕괴가 일어나면 그 연결끈이 다 끊어져요. 음. 그리고 그 주변에 베타선을, 방사선을 내면은 그 선이 우리 몸 전체에는 큰 영향이 없어 보이겠지만 그 유전자, 그 주변 세포는 損傷を日本の専門家の科学者も結構やっぱ原発問題で同じような嘘をよく言うんですけどもね <laughs> 3g だから問題ないと <laughs> でその 3g が1兆の2兆1兆かける1兆コナンだとでしかもやっぱり トルチウムの危険性は、まあ、プルトニウムとかもむちゃくちゃ危ないし、プルトニウムとかも体の中に入ったら、なんか出ていかない可能性高いんだけど、うん、それよりも、あの、トルチウムの方が、三重水素は水素だから、えー、くっついちゃうんですね、体の物質と。はいはい。だから、本当体の中から出ていかなく私たちの体の一部になっちゃうっていう。うまあ、まあ、<laughs> こういう科学的にもすご、すごくやっぱり頭もいい知識のある。 国会議員ですね。はい。今後ぜひ日本のね議員の人たちとつながりを作れたらいいなと思います。はい。はい、うん。はい。ね。えっ、ー、とあの取リチウムの話はね確か私もきあのちょっと聞いてたらとにかく時間をもう少し、うん、時間で十二点六十二点六ヶ月かけると少し減るからそれをもう少し五十年ぐらいかけて考えていけばトリチウムをもう少し減らせるんだけど。 だからこんなに急いでするは必要はないというような意見を横で私は聞いてましたね。あすか12月、12か月が半減期か。半減期だったかな、確かにそれを、<ー>ですから、うんうん、それをちゃんともう2回か3回えやっていけばえあの、危険性を減らせるという説明をしてましたね。なるほどだから私もその時は納得して。うん、それでまだ福島には 保管場所があるから、はい、それをちゃんと保管した上で考えた方がいいというふうに、えー、言ってました。あ、今野さんが言ってたかなそうですねあ、はいま。まだまだだから本当、えー、空き地だらけだって。確かに空き地だらけです。はいそうですね、なんかもう、一回保管しちゃうと、もうなんて言うんだろう、二度と貯めれないようになっちゃうわけじゃないですか。ね、それをとりあえず処理しなければいけないから、うん、これ以上貯め込むなって。 だからどうにかしてね、原発を動かすためにも、それをもう放流していいっていう、海洋放出していいっていう方に持っていかないと動かせないですからね。うん、あそれは大きいんじゃないかね、やっぱりもう動かせないっていうふうに決めてるんだったら、海洋放出までやらなかったかもしれないですね、こんだけの批判を浴びてね。うん、うねやっぱ保管するってなったら、もうイコール、はい、あのセットとして、あのこれ以上作らないということになっちゃいますからね。ねうん確かに あサーフォンさんがさっき言ってその半減期が12か月、要するに12.6か月 1>、うん1年。1年だとしても、12.3か月かなんかあれで半減していく。10年,うんうん、10年経つと1000分の1ですもんね。2>, うん、あの 2, 2の10乗は1000なんで、1024だから。<laughs> はい、まあそういうことですね。はい、じゃあ次は経済、簡単にいきますね。はい、はいえーと。じゃあ簡単,に簡単に1分ぐらいですけどね。 삼성전자 최악의 실적 발표 하지만 감사한 발표로 주가는 상승했다는 소식입니다 바로 지난 금요일이었어요 삼성전자가 올해 1분기 영업이익을 발표했는데 사상 최악 분기이익 6천억이라는 어닝 쇼크를 기록했습니다 작년 대비 무려 95% 급감했다는 얘기인데요 분기 이익이 1조원 밑으로 떨어진 것은 14년 만에 처음이라고 합니다. 아 그런데 궁금한 것은 오히려 삼성전자 주가가 올랐어요. 왜 그랬을까? 예, 이날 삼성전자가 드디어 앞으로 반도체를 감산하겠다라는 발표를 했습니다. 그래서 적게 생산하니까 재고가 소진되고 그러니까 가격이 오르지 않겠나? 이런 기대 때문에 주가가 올랐습니다. 호황 불황 사이클이 있단 말이죠. 어디나? 맞습니다. 반도체는 한번 생산량을 줄이면 다시 증산하는 데 시간이 걸려요. 바로 안 돼요. 근데 삼성은 그동안 비수기 우리 버틸 수 있어. 맞습니다. 삼성 세계 육이 전략을 포기한 것과 마찬가지. 이거 굉장히 큰 일인데 이거 다 윤석열 정부 책임 절반 됩니다. 정부의 네. 반중 노선, 탈중국 선호와 관련이 있어요. 자두 번째 소식 짧게 가겠습니다. 11년 만에 2개월 연속 경상수지 적자 차원이 다른 빨간 불입니다 네, 한국은행에 따르면 경상수지가 지난 1월에 이어 2월도 적자. 그래서 2개월 연속 적자를 기록한 것은 2011년 만에 또 11년 만에 처음입니다. 당초 기재부는 올해 경상수지를 연간 200억대 흑자를 예상했습니다. 지금 생각해 보면 정신없는 소리죠. 예. 아예 연간 단위로 적자가 될 상황입니다. 좀 전에 공장장님이 말씀하셨던 것 같은데요. 그동안 무역 적자 기사는 많이 나왔어요. 무역 적자는 뭐냐? 관세청을 통과한 거예요. 쉽게 설명드립니다. 근데 경상수지 적자는 뭐냐? 그 무역수지 뿐만 아니라 우리가 관세청을 통과하지 않은 거 해외 여행 갔다가 쓴돈 여행객들이 들어와서 쓴돈 그리고 우리나라 기업이 해외에서 직접 만들어서 거기서 직접 판돈 이걸 다 합친 돈이 결과적으로 우리가 상품 수출 수입 서비스 수출 수입 모두가 다 적자가 됐다 이런 상황입니다 우리가 같이 사는 이 아파트에 불이 났어요 이거는 근데 차원이 다른 빨간불입니다 진짜 비상등이 켜졌다고 저는 생각하거든요 짧은데요 いや、すごいいやでも最後の例え、まさにそうでしょう。もうアパート全体に出場再入ならしまくんなきゃいけない状況でしょ、韓国経済、うん。だから本当に、もう本当に冗談にならないぐらい悪くなってるっていうことですよね。です、うん、けど、はいうん、もうそれで、じゃあ何かできるかったら、ユン政権何もできないでしょう。はい ムンジェイン政権でもし同じことが起きたらもう全部のメディアがもう亡国ムンジェインとかって毎日毎日書きまくる。で、日本のメディアも書きまくる。でも日本でも誰も知らないんでしょユン政権で1年間貿易赤 <laughs> 字が続いていることとか、サムソンの利益が95%落ちてることとかって。うん、本当やっぱり、だからメディアの、あの、 メディアやっぱ、既得権を持ってる保守メディアっていうのは、本当国家のことも国民のことも何も考えてないっていうことがやっぱりね、もう明らかだなと思うんですけどね。サムソンもでもやっぱ、だからそれもあってユン政権と今、距離を置き始めてますよね、サムソンはね。あのー、これ、半導体でシェア1位トップとトップじゃないのって全然違うんですって。うん、結局、市場を動かせるか動かせないか、それでサムソンは今回、減産したから。 うん、もうトップのとしてのもうしえ戦略を持てなくなっちゃったんですこれ、はいうん、はすごいこと、ですよ、うん、トップは台湾企業ですか、T どこだあ、それは違います、あでまだトップですよ。あトップあだけど、これからトップの座を譲ったら、今度はサムソンがいろんなふうにあの市場をリードできなくなる。そ だから絶対減産しなかったんだけど、今回減産してしまったので、もういつか自分はトップから降りることもありるっていうふうになっちゃいました。来年の総選挙の前後までで、その直後ぐらいまでにユン・ソギョルを本当、断崖しないと、次、誰が、次が、イ・ジェミョンがいくら有能でもね、本当に厳しい状態になりましたね。 そうですねあのなんかこう、日本の状況として重なるのが、あの日本でもその唯一のね命あのずなってなってるのが、もうトヨタなわけじゃないですかうん、うんで、トヨタがその世界のその50の企業、大企業のなんかこう、なんとかぎりぎりのぎりで、こうね首の輪一枚つながってるから、なんとかなんていうんだろう、日本も先進国っていうたたまいが維持できてるわけで、うん、やっぱそこが崩れたら、すごく大きいと思うんですよね。はい だから韓国もそのね一番のそのもう国のそのね一個の看板ともいうようなサムスンっていう大きな企業がもうそこで一の座から転落するっていうのも何かちょっと重なるというか同じ道をたどっていっているようなでも韓国で今言われているのは日本と同じようにあの失われて30年、韓国はなるんじゃないかって言われてますね、1> うん、今 1>, 1年で断言すればそれはなんとか食い止められますね。 1>, 1年以内ではいそうですねなんか本当にすごいですよねこの短い期間でよくここまでできるなっていう逆に言うとやっぱりそのほら政治逆にすごいですよ本当,に本,当にで本当ね政治家一つで本当ねトップ一つでやっぱり変わるだけのもろさでもあったっていう,うムン・ジェイン政権時代にやっぱ先進国に入ってやっぱ経営ポップだとかあと経営貿易貿易ってあのコロナ貿易の方とかあれだけやっぱりそのほらブランド価値が上がったのに 大統領一人でこんだけ落ちるだけの力でしかなかったともやっぱ言えるんですよね。うん、なるほど。うん、そうですね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい。いよいよ韓国あの、えー、あれですねアメリカへの、えー、国賓訪問ですね。はい。はい、を目の前にしてなんですけども <laughs> アメリカが。 盗聴していたと。43大統領府、盗聴していたと。<う> <laughs> 4, いたと <laughs> いうことが大問題ですね。はい。はい、じゃあ、東朝した問題ですね。はい、いきます。これがどれだけ深刻かということですね。はい。はい。最近ニューヨーク・タイムズ・報道에따たるめん、정부ジ 우리 정부를 불법적으로 감청했다고 합니다. 미국 최고의 정보기관이 불법 스파이 활동을 우리나라와 같은 동맹국을 대상으로 자행해온 것에 대해 깊은 유감을 표합니다. 이번 보안사고는 졸속 대통령실, 직무실 이전과도 관련되어 있을 수 있습니다. 이게 국방부 청사입니다. 제대로 나오는데요. 예. 거는 합동 참모본부 청사입니다. 네, 자, 후보자 대상 축하드립니다. 뭐 어, 사진 한번좀 띄워주시겠어요? 즉 대통령 집무실 공사 현장을 직접 방문한 사진입니다. 쭉 한번 봐주시죠? 이 사진을 번, 이 사진을 보시고 어떤 문제점이 있다고 군인으로서 군인으로서 어떤 문제점이 있다고 생각을? 예, 그 거스란한 분위기는 있 맞습니다. 고수상한 뭐 분위기죠, 그죠? 음. 그거밖에 없습니까? 2005년 5월에 그 미국이 모스크바에새 대사관 건물을 갖다가 짓기 시작한지 무려 한 15년 만에 완공을 했어요. 도청장치 때문입니다. 음. 도청. 그러니까 도청장치가 아마 기상천외한 도청장치가 끊임없이 발견되는 겁니다. 뭐 벽과 벽서에서 발견된다든지. 제가 만약에 저 만약에 저그 외국의 정보기관원이라면 저기에다가 도청장치를 설치하겠어요. 요즘 장비도 엄청 좋아요. 동의하시죠? 장비 네, 엄청 좋다는 거. 네, 그렇습니다. 직접 사용도 해보셨죠? 제가 직접 사용하지는 않았습니다. 아시죠? 그런 장비가 있다는 거. 네, 그렇습니다. 그 장비 저기 설치하는데 어려울까요? 그렇게 어렵지는 않다고. 주권 침해 사항입니다. 그렇기 때문에 아무리 한미동맹이 중요하고 그렇다 하더라도 이것은 명백한 주권 침해이기 때문에 뭐가 지금 두렵고 뭐 미국한테 뭘잘 보려고 그런지 몰라요. 네, 네. 안녕길 <laughs> <길을> 가로막으시네. <웃음> <웃음> 많이 기다렸어요? 7시 반에 왔어요. 오늘 아침에 또 양국 국방장관께서 통화를 하셨고 양국의 견해가 일치합니다. 공개된 정보에 상당수가 위조되었다. 한국에 대해서 어, 한미 동맹에 있어서 이렇게 변수가 될수 있다고 보시는지 변수가 될 수가 없죠. 어. 이번 기회에 양국의 신뢰가 더 강화될 것으로 생각합니다. 그러면 지금 그 문건에서 한국 관련 내용들이 보도가 되고 있는데 그 내용도 사실과 합치하지 않는가안 않습니다. 네. 자, 들어가겠습니다. このキム・テヒョっていうのが今大統領室にいる一番売国度、うんうん。こいつか。こいつですよ。うん、あの中根、中曽根賞をもらっている、はい、それで、第1号ね。それで、以前、その誰だっけな、イ・ミョンバ政権の時にいて、その時にも自衛隊があの韓国に駐留するべきだというふうに主張してた人間で、大統領、イ・ミョンバ大統領の時に、あれですね、た テックループで書き込み、書き込み部隊を指揮して辞、ねはい、めさせられた人間ですから、だから、イ・ミョンバーの時のと、非常に安倍政権に似て、やってることは似てるんですよ。うん、だから、日本では世耕でしたっけ、うん、あの書き込みをやったりすて、それをやってるのはこいつです。やったのはこいつですけどね。それで,うん、ですけど、結局また再びになってから、売国ど 的なことをずっと繰り返してる、情報人です。絶対早期にやっぱ辞任追い込まないといけないですね。うん、えー、本当に。まあでも <laughs> こん、今回の盗聴が、 ヨンさんに移転したからっていうのは、本当に誰が考えても分かりますよね、たった2か月なんだから、<laughs> その盗聴防止なんかできるわけないし、しかも隣アメリカ軍基地なんですよね。あー、なるほど。<laughs> そう、だから米軍、アメリカ軍、盗聴してくださいって言ってるよ。僕よく来てくれましたって感じで。<laughs> <laughs> で、その登庁した内容があれでしょう。ウクライナに実弾を供与するっていう、まさに。で、これ。 ででも世界的なニュースに今だからねなってもうすでになってるしその状況で来週かもう来週にはアメリカ行くわけだからここで何もできなかったらもう本当ねユン・ソンニョルはもう世界の笑い者ですよね。うん、でもちょ,ちょっとやっぱりねちょっとでも言うのなっていうか言うのっていうか普通の政治家だったらアメリカにここで謝罪させて。 例えば半導体の問題とかで今、アメリカが全部韓国企業の利益を吸い上げるような法案があるじゃないですか、うん、それを撤回させるとかってね、普通の政治家だったらできるでしょうけども、うん、まあできないですよね、本当、民主党もね、10人ぐらい行かなきゃいけないと思いますよ、いじめを筆頭に、<laughs> アメリカに。う 次、チョブ教授がこれについて何か言ってたんですね。非常にすっきりします。東初問題に対してチョブ教授が言ったことが非常にすっきりしているので、面白いのでご覧になってください。はい。じゃあ、教授の皆さん、ニュースを調べてみて、どんな気持ちですか ?2 ヶ月をお伝えします。た。のニュースを2ヶ月に考えてみす。1つ目は、チョウグ教授が2年半に行きました。 예, 네, 그 안보 시설 같은 경우는 아예 지하에 있기 때문에 네. 땅 속에 있고 땅그 건물 시설 바깥을 두꺼운 그 철문 콘크리트되기 때문에 도청이 불가능합니다. 거기는. 음. 지상에 있는 건물. 안보 안보 시설 외에 네. 같은 경우도 유리창에도 도청 방지 필름이 붙어 있고요. 음. 그다음에 유리창 말고 벽 있지 않습니까? 이 벽. 네네. 벽 안에 다 도청 방지 장치 필름이 음. 다 전면에 깔려 있습니다 곁으로 네. 보면 벽이지만 그 안에 다 시, 설치가 되어 있는데 음. 제가 아는 바로는 용산의 경우에 유리창에는 붙였지만 벽에는 안 붙인 걸로 알고 있습니다 왜냐면 워낙 급하게 이동을 했고 음. 벽을 다 뜯어야 되거든요. 음. 벽을 다 모든 벽을 다 뜯고 벽 천정 뭐 벽이라 하면 양쪽 좌우 말고 위 아래를 모두 포함합니다. 네. 그를 모두 뜯고 설치려면 시간이 많이 걸리지 않습니까? 그걸 못한 것이 이유일 수 있겠다 생각을 음. 하나 하고요. 두 번째는 독일에서 유사한 사건이 있었습니다. 네. 독일 메르켈 총리에 대해서 오바마 정권 때 미국이 도감청을 했습니다. 이때 독일 정부의 대응이 있는데. 그, 당시 바로 메르켈 총리가 오바마에게 바로 전화를 합니다. 강력 항의를 합니다. 음. 하고 두 번째는 독일 검찰이 독일 땅 안에서 이루어진 불법 도청 아닙니까? 네. 그러니까 독일 검찰이 바로 수사에 착수했습니다. 즉, 그게 미국 CIA가 한것 같은데, 네. 그 CIA에 대한 수사를 진행합니다. 음. 그럼 지금 주권 국가로서 생각해 보게 되면 전 첫째는 용산 대통령 비서실에 대한 전면적인 감청 방지 시설을 해야 될것 같고 그건 기술적인 네. 문제고 네. 두 번째는 어떻게 미국 정부의 항의가 필요하고 세 번째 같은 경우는 한국 검찰이 수사를 착수해야 되는 게 아닌가 생각합니다. 오 그렇군요. <laughs> 어 저는 조 교수의 이 말씀을 듣고. 대한민국 경찰이 할수 있다고 생각합니다. 조 교수에 대한 전방위전 수사, 그 열의를 가지고 이재명 대표에 대한 전방위전 수사, 그 열의를 만약 지금도 갖고 있다면 충분히 미시아에도 수사할 수 있지 않겠습니까? 네, 한번. 하이. 하이. まあ、ド,ドイツの場合は検察が CIA の捜査をやったと。ドイツの検察が、えー。韓国の検察もやるべきでしょと。非常にわかりやすいですね。チョグクさんが言うとこれ以上説得力のあることは <laughs> ないと思いますね。あ、でもこれほんとね、うん、だ、誰が、誰がっていうか、よっぽどのそのほら、あのー、局、あのー、保守支持のコンクリート部隊を除けば、韓国の中道省みんな納得するでしょう。うん、CIA に対して、 えー、韓国の警察は捜査するべきだとそれができないんだったら、うん、イ・ジェミョンに対する捜査なんかするなって誰が言ってもやっぱり納得するでしょういくらね何、うん、て言うんだろうもうなんか飼い犬のような政権だったとしてもねこれだけは我慢できへんっていう瞬間があるはずじゃないですか、うん、それがねもう盗聴されたその思いきしそのなんかもうその国家として侵害をしてきてるわけじゃないですかし。うん はい、そういう時にも何も言えなかったらもう言うタイミングないよなって思いますよね。ここでやっぱりそのほらハンドオフに対してアメリカに対して操作しろってやっぱり突きつけてもうできなかったらもう本当検察解体っていうふうに一気にやっぱり行,く行かなきゃいけないですね、はい、行けるんじゃないかなって今の民衆の機運だったら、はい、っていう感じがします。はいじゃあもうそれでまあ国賓待遇でね 24日でしたっけ、ね、?24 です。はい、えー。それを前にね、私はこれをぜひ一番大変だった、台米外交で一番大変だったノームヒョンの時なんですけど、ヒョンが今どういうふうに評価されてるかっていうのはね、あのー、分 1>, 1分のち、ねね、ですけど、あのー、見ていただきたいなと。ヒョンの時にはね、ブッシュジュニアだったんですけど、

And sympathetic man. I painted a strong leader who was not afraid to speak his mind, even to the President of the United States. As with any strong leader, President No stood for what he believed was best for his country. I'm honored to join you in honoring a good man, President No. Thank you so much. I painted a strong leader. I painted a strong leader. I painted a strong leader. まあ短いですけどね、あの2003年に、えー、とイラク戦争に派遣させられるわけですよ。えそれで、もうとにかくことあるごとにブッシュ政権は、農務用政権を叩くわけですよね。それ、うん、で金利なんかも、あのえー、と為替なんかも随分叩いて、うんうん、もう変動して、経済を、アメリカが韓国経済を潰していくんですけど。 2007年になると、今度 FTA を締結するわけですよ。それで、2007年には、先日に作戦党政権を、12年に変換させる合意までするんですよね。だから、それだけタフな交渉をして、えー、して結局得ていったんですよ。だけど、これ FTA も2007年に、この好条件でやったのに、2010政権変わったら、保守政権が、 ちょっと,とまたアメリカの条件を飲んで悪い、アメリカに有利な条件を飲んじゃって、いざ12年になったら、今度は韓国側から作戦時という作戦統制権はあの返,さ返さなくていいですと言って、<laughs> <laughs> 結局あの、今もそれが続いてるっていうのは現実です。あでもあれ、ムン・ジェイン政権で返してもらったんじゃなかったでしたっけ返してもらってないです、返してもらえなかったんですよ。 うん、だからこの時に約束を取り付けることまでしてるんですよね、あの散々やられたけど、だけどちゃんと交渉して、農務省はあの国益として取るべきものは取っていったんですよ。うん、だけど、保守政権になると、それを全部みんなアメリカに返していってるっていうのが現実なんですよね。なんか日本じゃないですよね、売国ですよね、本当に。 <laughs> 無能でアメリカと日本の言うことを聞いていればいいと思ってるそうですねなんかもう日本でもね辺野古基地なんかもうね別にアメリカからしたら辺野古じゃなくていいって言ってるのにいや辺野古で辺野古でって言ってるじゃないですかなんかもうそうやってなんて言うんだろうなんかいかにアメリカ様にあの大きなものを差し出せるかっていうなんかチキンレースになってるようなそうですねうんもう忠実度を競うというかねうん、うん <laughs> もうだから、あのえー、とユン・ソンニにね、ぜひね、農、あ、務、のー、ンの爪の赤でもも戦地で飲んで、<laughs> ぜひ行って、ちょっとあのバイデンに一言言っていただきたいですね。そうですね無理でしょうけど。やっぱりその、イ・ジェミョンがよく言ってるんだけど、やっぱその韓国はやっぱりそのよくだから、アメリカ。 アメリカ、日本、韓国同盟か、それか、そ,うじゃそこに入らなかったら、中国、ロシア、北に挟まれるっていうじゃないですか。でもやっぱり、イ・ジェミョンがよく言ってるんだけども、韓国は地理的にそのどっちともけんかしないんだっていう、うん、で実際、どっちともやっぱりけんかしないで付き合える前提の自分たちの国力を持ってたんですよね。うん、あのそれをなも正確に言うと、ムン・ジェイン政権時代に手に入れたんですよね、それを。うんうん でもそれをわざわざ手放しちゃった。そう、手放しちゃいましたね。うんはい、まあ、これ言ったら、キりがもうないぐらいに、ねねはい、なっちゃいますんで、じゃあ次、あの火,事火事の話ですね。はい。で、そういう中で、えー、このね、3月、4月って韓国で山火事が多い季節なんですよね。はい、で、えーと、保守党のこれ、代表的な知事、カ温ウ道のキム・ジンテは、ゴルフをしてたというニュースです。はい 전국적으로 산불 발생이 최고조에 달했던 지난주 강원도에서도 12건의 산불이나 74헥타르의 산림이 불탔습니다. 산불 재난 국가 위기 경보 경계 태세도 발령됐습니다. 그런데 강원도의 산불 지휘 최고 책임자인 김진태 강원도지사가 지난주 금요일 근무 시간에 골프 연습장에 나타났습니다. 지난주 금요일 김진태 도지사가 다녀간 골프 연습장입니다. 도지사는 이곳에서 30분에서 1시간 가량 골프를 쳤습니다. 김 지사가 방문한 시간은 오후 5시 반쯤 근무시간까지는 30분 정도 남은 상황이었습니다. 김 지사는 속초에서 식목일 행사 등의 일정을 마치고 춘천으로 복귀하던 중 도청이 아니라 평소 자주 찾는 골프 연습장으로 왔습니다. 당시 강원도 홍천과 원주에서도 두 건의 산불이 잇따라 발생한 상황 김지사가 평일 낮 업무 시간에 골프 연습장을 찾은 이유를 묻자 강원도는 김지사가 한 시간짜리 연가를 내고 조퇴했다는 연가 내역서를 내밀었습니다. 조퇴 행정 처리는 규정과 절차에 따랐다는 말씀을 드리겠습니다. 그런데 연가 신청일이 31일 당일이 아닌 사흘이나 늦은 오늘이었습니다. 취재가 시작되자 부랴부랴 연가 신청서를 낸게 아니냐는 지적이 나오자 강원도는 김지사가 31일 연가를 구두로 신청했는데. ドラケー、オノレソやシンチョンソルチェチュレッダーのヘビョンをタシーでなすどうしようもないですね。うん、本当に2月から4月って、えー、山火事が特に発生しやすいのは分かってるから、うん、えっと、ムンジェイン政権の時はスクランブル体制引いてたんですね、常にすると。だからこのカウンドと共産物土が、はい、えっともう本当に危ないくて、 えとすぐ山火事になっちゃうんですよね、うん、だけどこの時あのピョンサンブットの知事は酒飲んでましたからね、<laughs> だから金人ってまた、あの国債、えー、レゴランドの、ね、国債でもね、債券、はい、を、ね、ぐちゃぐちゃにして、韓国の債券市場に何百兆ウォンていう、兆ウォンの赤字をもたらしたけど、何の責任も取ってないですよね。うん こんな緊張感のないことができるのは、やっぱりその保守メディアと検察っていうものがあるからなんですねその既得権カルテルが、あるから、うん、もう、この近陣でも、はい、あのケンジ上がりですよねはい本当、だからね、ユン政権の対応が、ま、なんだっけ、一番ひどいか山火事の時が、確かに雨があって、あれ消,す消えたんですよね。 あの雨がなかったら、この山火事ももっと大災害になってたんじゃないかって。ああ、そう、あの時にそうなんですよ。うん、あの時、ちょうどね、全国的に雨がね、うん、結構強い雨が降ったから消えたけど、あれなかったら、た本当に大変なことになったかもしれないですよ。うん、はい、もう本当にね、とんでも、それであの、外国道の金ムテいましたね、あの親父も賢治です。はい。<laughs> はい なるほど検事がね本当に韓国,の韓国を食いつぶしてるって感じがしますね。ははい、はいじゃあ次う、はい、どうぞ、はいうんまあ、検察政権になって、やっぱり検察がこんなにやっぱりひどいんだっていうね、検察に任せたらこんなに国家がむちゃくちゃになるんだってことをやっぱり見せつけるためには、ユン政権は必要な過程だったのかなって気がしますよね、うん、チョンさんのために、本当に、石平成さんのためにね。 じゃあ一応、一秒はこれで終わらせていただきます。はい。はい